ラジオドラマ彩り緑第77話、ナズナの新しい相方さんの話。え、私がコント今書いてる台本にね、どうしてもアーリンがハマりそうな役があって。いや、ナズナに頼られると弱いけど、私そういうのはちょっと経験がないし。どうしてもアーリンが。こいつに言われるとね、なんか裏がありそうで。大丈夫だよ、なるちゃんは相方だから。私たちまぶいコンビ芸人なんだ。ごめん、ちょっと頭痛がしちゃった。お願いアーリン、騙されたと思ってね。それお願い、騙されるの得意でしょ。何言ってんのよ。ねえねえ、お願い、騙されるよ、騙されてくれ。ショートコントライブ後。は、箱部さん、今日のライブも最高でした。ああ、いつも来てくれてありがとう。よかったらこの後ご飯でも。どう、素敵、私どこまでもついていきます。バンドマン撃退ビーム、ズビー。ああ、何やつ。私は少女をたぶらかす悪いバンドマンから世間を守るバンドマン絶対殺すマンだ。お客に手を出すナンパバンドマン名、くらえ。ぐっはやられ。これでこの箱は安全安心だ。ありがとうございました。さあ、安全なところまでお送りしますよ。安全なところ、実は私この後クラブで DJ をするので、よかったらご一緒に。素敵、私どこまでもついていきます。おい、おめえもナンパじゃねえか。これでよかったわけ。まあ悪くはなかったけどな。けどもう少しパンチが欲しいよね。パンチ？よくわかんないけど。ちょっと役柄をシャッフルしてみるか。例えば。あ、箱部さん、今日のライブも最高でした。キュン。あ？ああ、誰だっけ。あ、私箱部さんのファンのアーリンって言います。ああ、知らない人か。ご飯とか行く？素敵、私どこまでもついていきます。ああ、そっか、僕打ち上げ行くんだけど、この先に牛丼屋あるから、ぜひ一人で行ってくるといい。あー、素敵、ありがとうございます、行ってきます。ってこら、うん、いいノリツッコミ。これいいね、ハマったっしょ。なんで私こんな存在なのよ。せっかく可愛くキュンってやってるのに。いや、そこが重要なわけではないし。っていうか、ナズナの役もなくなってるし、そもそもなんで二人コンビで三人コントの台本を書いてるわけ。これはもし二人とも。とぼけてるつもりか。もうやめさせてもらうわ。ありがとう。